はい、皆さんこんにちは、五代目人です。今日は今北に向かって走ってます。途中休憩に寄ったとこは大分県は耶馬渓、景勝地で有名な耶馬渓です。こういうね、景勝地が広がってます。もう見応えのある風景であります。で、今からアップしますが、アップできるかな。今アップしたとこが青の洞門になります。手掘りでトンネルを掘ったっていうとこになりますが、青の洞門ね。今ね、ちょっとここ普段はね、ここレストランやってるんですけど、ちょっと今休んでるみたいなんで、ちょっと入れなくなってますが、俺もう慣れ親しんだ耶馬渓の風景で皆さんにお届けしたくて、ちょっと一本動画を撮らさせていただきました。耶馬渓、皆さんぜひ一度大分に来ることがあったら、ぜひ一度お入りいただけたらありがたいです。上に上がれるって話は聞いたことあるんですけど、俺は上がったことないです。以上です。五代目人でした。ありがとうございました。チャンネル登録と高評価ボタンをよかったらいただけたらありがたいです。五代目人でした。じゃあね、またねー。